みなさんこんにちは兵庫県弁護士会所属の弁護士蔡俊樹と申しますよろしくお願いいたします、えー、本日はですね、えー、医療過誤にあったかもと思ったらというテーマでお話をさせていただきます、えー、本日ですねお話しすることは3つあります一つ目ですけれどもそもそも医療過誤とは何ですかということが一つ目のお話そして2つ目のお話ですけれども 医療過誤にあったかもしれないと思った時の心がけのお話です。そして最後の三つ目は弁護士への相談依頼の仕方というお話になります。それでは早速進めていきます。まずですね一つ目のテーマ医療過誤とは何ですかというお話ですけれどもこれはまあいろんな言い方がありますけれども一つの定義としては医療行為を原因として 死亡や重い障害など本来想定していなかった結果が起きてしまったそしてそのことに関して医療機関側に何らかの落ち度ががあるとととそうういいった場合だということができますパワーポイントにはです、ね、2つの例を挙げておりますけれどもここはまあ1つだけご紹介させていただきますと例えば右膝のです、ね、こう右膝の関節を治すために手術を受けました。 しかし手術が終わってみると右足全体が全く動かなくなってしまった右膝を治すためにやったのに右足が全然動かなくなってしまったそのような場合は皆さんどう感じられますでしょうか医療機関側が何かちょっと間違った対応誤った処置をしてしまったんじゃないかと疑われるかもしれませんそういった場合に医療過誤ではないかと感じるわけですけれども。 そこで医療加護にあったかもしれないと思った時の心がけのお話になりますここではですね一つ目大事なことですが医療機関から十分な説明を受けてくださいそのような結果が生じた原因ですとか経緯それに対して医療機関がどう評価しているか考えているかということを詳しく確認してメモを取るようにしてくださいで、まあこの点ですね医療機関には診療契約に基づく天末報告義務という法的な義務があります 簡単に言いますと医療機関としては患者さんに何が起きたのかをきちんと説明をする義務があるということになります。ですからちょっと説明が不十分だなとか要領を得ないなと感じられた場合はですねこのことを医療機関側にお伝えして再度説明を求めるようにしてください。そして2つ目でですす診療記録の開示を求めることが必要です具体的には カルテや画像検査記録など全ての医療記録を取得してください単にカルテだけっていうとですね検査記録が出てこなかったりしますので全ての記録が欲しいというふうにお伝えをいただいて取得してくださいでですねまあこれら資料っていうのは患者の個人情報ですですから医療機関には開示する法的義務がありますそのことをまあお伝えいただいてまあ今の時代ですねほとんどの医療機関がカルテをスムーズに 出してくださいますけれども稀にです、ねあのまあ、出し渋ったりちょっと嫌な顔をするところもあるんですけれどもそれでも法的な開示義務がありますよということをお伝えしていただいて開示を受けるようにしてくださいで稀にまれ、あ、に証拠の改ざんや隠蔽つまりカルテを書き換えられたりするんじゃないかというようなことが疑われる場合にはです、ね、弁護士に依頼をして証拠保全という裁判所を通した手続きを取ることもあります。で心がけけのの最後の3つ目ですけれども これはちょっと少し重いお話になりますが患者さんが亡くなってしまったような場合そのような場合はですね死因が不明になってしまって何が起こったかわからないと医療機関側からも説明が十分受けられないというようなことがありえますその場合に病理解剖といってその事故が起きてしまったその病院内において行う解剖手続きを病理解剖と言うんですけれども そのような解剖を行って明確な死因を特定していくということがありますちなみにですね、解剖と言ってもいろんな種類があるんですけれどもここでは時間の都合上病理解剖という一点に絞りますけれどもいずれにしてもですね、解剖というものは非常に重要ですなぜなら解剖をしなければ明確な死因を特定できないことも多いです明確な死因が特定できなければどうなるか そもそも医療事故に当たるのかどうか何があったかがわからないわけですから病院側に法的責任があるのかどうかを検討することすら難しいとそういった状態になってしまうわけですね実際私がです、ね、担当した事件などでもです、ね、解剖を行っていたらもう少しわかりやすくあの死因や死亡に至る経過がわかったのにという事案がありましたしかし解剖が行,えなかった行われなかったために、えー、本当の真相が追及しきれなかった。 という事案がありましたもちろんその解剖というのはですね非常に真相解明には重要なんですけれども、えー、他方でですねご遺族の気持ちですね、えー、亡くなった家族の体にメスを入れたくない、えー、解剖してももう命は戻ってこないんだからそういう気持ちになるのも本当に当然のことです。ですが医療機関の責任を追及したいもしくは何が起こったのかを知りたい。 自分たちの中で本当に納得をしたいというお気持ちがあるならば解剖をお勧めしますで近年ではですね解剖ではなくて画像診断のみのみ死亡時 CT という手続きがありますこれはメスを入れずに画像だけで死因を何とか特定しようということで用いられているわけですけれども私の経験では、まあ、私の経験だけかもしれませんけれども死亡時 CT で画像を撮ったんですけれども。 死因が具体的には特定しきれなかったということもありましたいずれにしてもその解剖というものがご遺族の感情からして難しい部分があるその反面証拠としては非常に重要になってくるのでまあ弁護士にも相談をしつつですね慎重にお決めいただきたいと思います最後に弁護士への相談依頼の仕方というお話になります一つ目としてはできるだけ早く相談してください これは、まあ、あのどの事件でもそうですし病気に対する治療でもそうですよね、えー、早く言ってくださったらこれぐらいで済んだのにということは私たちも非常に日々経験することですできるだけ早く相談して、えー、なるべくいい対応を検討しましょうで2つ目です、えー、相談のための資料を、えー、相談にあたった準備していただくとスムーズです、えー、具体的にはカルテ検査記録一式ですねで2つ目としては起こったことを時系列でまとめたメモ 3つ目としては自分の中で疑問点に思っていること何かおかしいな弁護士にこのこと聞いてみたいなとそういったことをまとめたメもご準備いただくと非常にスムーズです弁護士に対して自分が思っていることを正しく伝えることができますそのためにもぜひご準備くださいそして最後になります、えー、弁護士とよく相談して対応を進めることです、えー、まず、えー、胸に置いてほしいのはですね 予期せぬ結果が起きたとしても医療加護にあったとはまだ言い切れないんですねまずはそもそも医療加護なのか法的な責任を追及できるケースなのかということを慎重に検討する必要があります特にですねその医療加護事件というのは非常に専門性が高いです何かが起こったときに何が起こったかというのは医師ですらわからないことがありますそれを後からですね弁護士と、えー 依頼者の方ご相談者の方とで明らかにしていくわけですから非常に最初の事件の調査検討というのが重要になります医療過誤事件においてはですね協力医つまり医療機関の対応に問題があったかなかったかを医師の観点から指摘してくださる協力医の方が不可欠とも言えますそのような協力医の方の協力をですね弁護士を通さずに個人的になかなか探していく依頼をしていくというのは難しい現実があります その意味でもこの医療過誤事件という類型に関しては弁護士に一度ご相談すすることをお勧めいたしますで医療過誤事件の解決方法としては、まあ、事件の調査を検討を十分にした上でその状況を見て交渉や裁判、まあ、調停のこともあるでしょう一般の他の事件と同じように数ある解決手続きの中から、えー、それを選び取って進めていくことになります。えー、最後になりましたけれども 医療過誤事件ということそのようなことが起こるのはですね医療機関にとってももちろん患者にとっても非常に不幸なことです医療機関もですね何も故意にこのようなことを起こしたいと思っているわけではありませんそのことをですねまず胸において弁護士とともにですね本当に何があったのかそれをどう解決すべきなのか法的な解決なのかそれとも心の解決なのかそういったことを一緒に考えて 行く機会を持たれた方がいいと思います今日のお話としては以上になりますご静聴ありがとうございました